こんにちは、小林大輔です。というわけでね、今回の動画は鹿の、解体をしたいと思います。で、昨日ね、鹿を取って、でそれで止め刺しまで、終わらせたんですけど、今回は解体、鹿の解体を、する動画っていうのを撮っていきたいと思いますので、今からね、今朝8時ぐらいなんですけど、まあ、今から鹿の解体をしたいと思います。セミ色悪くない？血が抜けとるでしょ、ここの。薄い気がすることになって、なんか色ちゃうよ、違うよね。水で洗わんと掘り込んでもいい。はい、というわけで今ね、鹿肉を取ってきました。で、これがセミ、これもセミで、あとは後ろ足です。まあ、主にね、鹿はね、このセミと後ろ足がよく食べられるところなので、まあ、今回はそこだけ取ってきました。まあ鹿のサイズも、ね、小さかったですし、あとね、後ろ足はね、片方ね、タヌキかなんかに食べられてたので、その完全にその水に沈まってなかった、沈まってなかったので、なんでそれでね、片足だけね食べられちゃったので、片足だけになりました。で、これをね、きれいにして、で、こういうとこ、このね、ももは、バラバラにして、で、それで、きれいに保存しておきたいと思います。
感じで、こんな感じにパッキングして、あとは冷凍庫に、保存しておくといいと思います。なんでね、なのでね、鹿肉は、カレーとかね、そんなのに、してみようかなと思います。で、結構ね、鹿肉って、臭みがあったりするので、まあ、臭みというかね、鹿独特の匂いかながあったりするんで、できる限りね、その鹿本来の味を楽しむっていうよりは、まあできる限りね、なんかね、煮込んだりして、牛肉っぽく、食べたりできるので、うん、まあそんな感じで料理してみたいと思います。